ラジオです。シュシュよいしょ、天王です。あざっす。さいということで、今日やってまいりましたね。今日はね、バンジージャンプ水色ライヤーでございます。あざっす。ということで、まあね、指名した焼き鳥くんを恨んでください。もう僕は悪くないんで。恨んでます、もう僕は悪くないんでということでね、今日あの BO3 でやって、そう、でも俺今のところラット、焼き鳥、ルイス3人かな、仕掛けたのは。ドズさんには、ドズさんとボンさんは巻き込んだんですけど、プロプレイヤーは多分 今3回かな、3人やって誰も巻き込めてないんですよね、僕実は。いいじゃないですか、1人で。実は全部負けちゃってんですよ、実は。なんでちょっとね、そろそろあの肩温めていかないといけないんですよね。ライキさんが飛ぶのになんで水ずれしてるんですか。ああ、そんな冷たいこと言うの俺はチームメイトじゃん、よくないですよ。いやー、ちょっと亀裂入るよ、本当に。本当に。ということでね、今日はね、やっていきたいと思います。授業3、バンアリとバンナシどっちがいいですか。みんなどっちやってたんですか。みんななしかな。じゃあなしで。はい。ということで、いきたいと思います。早速。やだー、甘い。何使おうかな。まあ、これでいっか、最初は。マジやだ。よし。マジ嫌なんだけど。いますか。全然見向きもしてくれないじゃん。いますか。はい、ちょっと。いいんですか。ちょっと、はい、決めてください。はい、行きます。はい。あ、やだ。やだ。来ました。いや、もう普通のバトルじゃないからね、これは。うん。そうなん。まあ俺も焦ってるから、言っちゃえば、誰も巻き込めない、巻き込めるワイヤルをやってるにもかかわらず誰も巻き込めてないから。はいはいはい。うんうんうん、それやる。入ってんのそれ、入ってんの本当に。まあ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 、いいね、いい点ゴット。やだー、もう本当にやだ。ほぼギター。うーん、いっちゃう。ほんまだるいわ。いや、ほんまだるいわ。ほんまだるいっすわ。これ処理していく。なるほど。それおいしい。よいしょ。待って。アメイクね、ユニット配置甘いでしょ、それさすがに。大丈夫ですか、テコさん。受けが。遊んでるんですか。マジやだ。遊んでる。いやー、きつ、これ。きついんだけど、結構。遊んでらっしゃる。いや、待って、結構きついんだって。遊んでらっしゃる。ちょ行かないの？これ行かないよ。これ。これ許す。これもそれも許す。じゃあ許さ。ちょっと待てよ。こうぶん投げてるだけで、さては。いや、それがきついんだよな、ちょっと普通に。いいの入ってないよ、それ大丈夫？天狗さん、天狗さん。一発行こう、一発行こう。よし、最高。よいしょ。きつくね？全然きつくないで、ちなみと。ちょっと待てよ。はい。
あ、やばい。待って待って、よいしょ、まず1本、ありがとうございます。いやーばばこれきついわ、マジか。あざす。そう、最近のねやつらで、ね、みんな俺にインフィルター積んでくるんですよ、ほんとに。焼き鳥さんもなんか俺のために自作デッキとかねぶち込んできたから、インフィルターで、だからみんなインフィルター入れてくるんですよね。すー、ありがとうございます。でもささて、これもう精神的にね追い込んだからね、ここはもうあと何使おうかな、何使おうかな、いや何使おうかな、いや待ってこれ本当に黙るわ。ダメ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 だ、それもう失格、 YouTuber 失格です、それは。いやどうしよっかな、迷うな、これはマジか、迷いますね、迷いますね。最初に負けた人はちなみにいました、何が、その BO3 で最初に負けた人。あ、どうだっけ、覚えてないな、まあ、最初はでも分かんない、覚えてない、一人も勝、いや、テンゴットだけな気がする、最初俺大体負け勝ち負けか負け負けだった気がする。あ、やばいやばい何使おうかな、いや、いいか、これでいこう、本当に？うん。よいしょ。いきます。いきます。よし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 。もっとワンチャン連投とかもありそうな気すんねん。ただ連投対策してね。お、ワンチャン？お、違う、なんだプリンス、さっきまでいなかった、さてはプリンスいたけど出せんかった、しゃねよえ、ね、喋ってくんないですか、僕と喋んねえよ、なるほど、プリンス目がないとやば、ヤンチーじゃん、飛べ、いいね。あ、うん、なるほど。私は焦りが見えるけど、プレイに大丈夫？焦ってない？大丈夫ですか、テモスさん？全然大丈夫。全然大丈夫っすよ。あ、そうなんですか。おや？マジで嫌だ。次の被害者が来た、次の被害者が。俺だったら被害者じゃない。それは強者、さすがに。時間稼ぎをするしかない、いやー今のよろしくないな、キスペッカ、せめてキングマイペッカだったな今の、ただただなんですよね、ここで、なるほど、ずるいよな、なるほど、やばい、ちょっと待って、負ける、これマジで、やめろ、触るな、やばい、いやースパーキーはずるい、エリック来る、くそ、しゃあくそ、負けた、ライキジョーンズ、討伐用デッキ、やだ、すぐみんな俺討伐するデッキ組んでくるから、そう、昨日の夜から考えましたいや、みんなのデッキ討伐ちゃんと見よう、なるほどな、討伐デッキ見とこういやなるほどね、よし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 、これなんですよね、
今一緒いっぱい。どうしようかな最後。めっちゃ迷う、めっちゃ迷う、嫌だ。でしょ。いや、あれでいい、これは。どこだっけな。いやどうしようかな。テンゴットでしょ。これか、この4番か15番で行こうと思ってます、僕は。なんですけど、飛びたくない、お願いします。飛びたくないです、僕は。なんすけど、三川さん、助けて。ガンメタするなら、サックじゃないよ。4指を立てるな。行こうか。画面のあっち側で三川さんが、最高か。画面の向こう側で三川さんがめっちゃバカにしてくるんですよ。行きましょう。最高かって言ったら強くないよ。最高か。最高か。よし、行きましょう。何来るかな、テンゴットチャンネルは。またインフェルノタワー。どうせヤキちゃんも、ヤキちゃんインフェルノタワーしか入れてこなかったもんな。出た、ターロンだ、ターロン、タウロンだ、タウロン。気をつけばるんじゃないですか、それ違うんすか。おや、ぴょんぴょん。クラリガージュや。一人やってないですか、それ。クララリガージュ大丈夫ですか、ペンゴンさん。ノイライフね。あれなんか終わりそうじゃない、なんか終わりそうなんだけど、大丈夫かな、これ。終わっちゃった。やだ、終わっちゃった。終わっちゃった。ああ、待って、やばいやばい。いや、ちょっとうるさいよ。ちょっとうるさい。静かにしてください。こーんっつって。終了の知らせ。終了の知らせ。これだってあれ、大きい情報ないから、俺だって適当に、もう、あと適当にポン、ポンってやるだけでしょ、ね、これ。よし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 。こうやって一緒にポンってやるでしょ、俺。だって。飛びたくない、マジで。マジで飛びたくないんだって、もう、本当に。お前なら。伝わらんかな、この熱意。この熱意伝わらんかな。お前なら飛べるで。待って、もう嫌だ。飛べるはず。そういうこと。そういう話じゃないんだよ、マジで。違う。あ、いらねえこれ。ちょっと飛びに来たみたいになってんじゃん、俺。飛びに来たでしょ。違う。俺がなかなか勝てないから、飛んであげますよ、ライキさんっていうことでしょ。かぁ、待って。でも、いける。手堅く。メガホ飛ばせば何もできないの分かってるし。これ、別に何飛んだっていいみたいなのもない、正直。なんか雪玉でメガホ避けたんだけど。やばい、宝石が。待って、マジで。本当に静かにお願いします。終わったー、俺の人生。いやありがとう、テンゴット協力してくれて。ありがとう、グッドゲーム。飛びたくないマジで。本当に言ってんの。グッドゲーム、ありがとうございます。あとは、ありがとうございます。まあ、俺たちね、やっぱチームメイトじゃん、やっぱね、あのお互いね、あの苦しみを分かち合うみたいなとこあるから、やっぱ俺が飛ぶならね、テンゴットが飛ばないっていうのはちょっと違うと思うんだ、うん、ね、飛ぼうぜ一緒に。じゃあ、うるさいよ、うるさいよ、本当に。ありがとうございます。初のね、あのプロ選手から参加者が出てました。まあね、来週にもう飛ぼうかなと、今予定ではね、今なんかトラブルがない限りは来週飛ぼうかなと思ってるね。ぜひ、ちょうど飛びたかったんです、俺。あ、マジ？よかった、じゃあ。ちょうど飛びたかったんです。一回そうリセットしたいなと思って。じゃあ、終わろうかな、終わろうかな。ということで、天王さんに恒例の指名タイム。
締めたいですね。もちろんなんですけど、別に今まで来てない人選んでもいいし、焼き鳥で焼き鳥さん、なるほど、焼き鳥さんでもう返していく感じね。お前覚えてるよ一瞬飛ぶぞお前、お前一瞬飛ぶからな。そう、ただそうですね、まあ、テンゴットは確かに焼き鳥はもうテンゴットが飛ぶ確定してるから別にもう返すことはできないから、もう焼き鳥ただのってことで、ボンビー引いてもいい感じだから、そうそうそう、ひたすらなすりつけらんない、そう牛ごとかつけまくるやつでしょクラロワ、これクラロワだから、はい、ってことで、今日はねこの辺で終わります。まあ一応概要欄にテンゴット選手の、すみません、一応ね、そう一応毎日投稿しない YouTube のチャンネル貼っておくんで、ぜひそちらの方もね見に行ってくださいということでね、今日はね、お疲れ様でした。まあ次回はね後ろにいるみかん坊やさんがちょっと顔出します。後でということで、ぜひ期待してくださいということで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。